はい、どうもこんにちは、エブです。はい、今回も Five Nights at Freddy's 2をね、元気にやっていきたいと思います。はい、では行きます。はい、サードナイト。はい、なんかこっからですね、なんか新キャラがちょっと登場して、なんかややこしい状況になっているんですけども、あの新キャラはですね、あの謎の物体だと思ったら、あれはなんか旧式の人形らしくて、旧式のあれはボニーとチカちゃんだったらしいですね。まあ、あのまた出てくると思うんで、その時にご紹介したいと思います。やべえ、もう来てんでしょこれ。おい、てめえ来んの早いんだよ、いつもいつもよ。いなくなった。さーて、まあ今回は2回目なんでね、ぜひともクリアしたいんですけどもね、やっぱ難易度も上がってるんでね、そう簡単にはいかないんだろうな。またなんか来てる。またおめえかよ。なんか、あ、いなくなった。やっぱヘリもね、オルゴールのあのヘリも早いですね。そろそろ動いてんじゃない？まだ動いてない。負けるうちに前どこ。これ正面から来るのが一番なんか、あー、なんか来てる。一番わかりにくいよ。お前何回来るんだよフォクシー。終わった。まこう。はい、これはですね、これバルーンボーイですね。お、これにいんの？あ、いね。来てる来てる来てるよー。とりあえず今2時ですね。あと4時間。おーい、こいつ、あの手前にいるのが、 あいつが旧式のボニーちゃんですね。ボニーさんかな、もうどうでもいいけど。これどうすりゃいいんだ。かぶ、ああ、ちょまーや、ちょっと待って、待って、 お待ちください、お待ちください。ちょっと、あ、いなくなった。おい、これがボニーで、こっちが地下。旧式、旧式です。旧式だけで動きが早いと。待って、今の人。おい、セーフ！セーフじゃなかったー！もう。くっそー。あれ遅かったのかな、それとももうちょい長く被ってないといけなかったのかな、ちょっとわかんないけど、もう一回やってきます。いやー、これは難しいぞ。あいつらの動きがよくわからん。一応ライトを当てると、まあ、撃退できるらしいんですけど、さっきのあの、まあ、旧式系は。なんか来てる。ちょっと待って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 、あーい！いなくなったっぽい。今だ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 。おぉ。とりあえず
もうこの時間帯はあのフォクシーさんがねちょっと何回も襲ってくるんで気をつけたいですね。あいつ動きが早いらしいんで。あ、また来ましたね。そういうんなこと言ってたら来た来た。いなくなった。今のうちだ。あっぷねー。さあ1時間経ちましたね。そろそろ来始めんのかな。旧式が多分来ると思うな。そろそろその前にフォクシーかな。これはこいつマジ何なんだ。暇なのかよ。あ、バルーン、バルボーイいなくなった。今のうちだ。おい、ちょっと待ってよこいつ。こいつマジ何のアクションもなく正面に来るからびっくりするんだけど。何まだまだ。ああ、ちょっと待って待って待って。巻きます。はい巻きます。はい。おい、地下も来たよ。まあいいや、今は巻いとこう。ん、誰さ。おめえか。お前はとりあえずいい。ちょっと待って待って待って。来てんの？来てないの？来てないの？どっちだよ。もう、さっきから、お前、うわーい、ちょ、待て、誰だよ。お前、地下、急、地下、ダブル地下でしょ。何やってんだよ。ちょっとま、巻く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 。ほい、なんでお前いるんだよ。お前さっきいなかったろ。セーフセーフセーフ。よし、おっぷねー。ちょっと巻こう、今のうちに巻こう。おお、おい、ちょっと、あ、無理、これもう無理な気がする。もう無理な気がする。おおー、セーフじゃなかったー。はい、ということで今回は惨敗でした。いやー、サードナイトから結構難しいですね。まあ今回はこんな感じで、じゃあ皆さんまた次回会いましょう。バイバーイ。あっ、はい、巻く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 。あー、ちょっとタイム、セーフセーフセーフ。行くぞ行くぞ。ほい、いけるか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 。動画を見てくれてありがとうございます。スマホからご覧の皆さんは画面の下の方からチャンネル登録お願いします。 YouTube はこちら、こちらです。 PC ですね、 PC で、こちらはニコニコ動画、はい、はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録するとどんないいことなの。お金を拾うことができる。なんでやねん。身長が20センチ伸びる。なんでやねん。パソコンが爆発する。そうだな。